名護は見えませんでしたが、この2年間で一番あなたの近くに来たせいか、家に帰った気分でした。透き通った青空に巨大岳がたくましくなっている姿は、まるであなたが私を見守っていてくれているようでした。もうあまり手紙を書ける時間がないので、私はただあなたが無事でいることを願います。黒さんがもう家賃を値上げないように、そしてもしアメリカ人が島に押しかけてきたら、私の母を訪ねてください。家は石と木で作られているので、どうか気にしないで。もうあなたは私の家族の一員なのだから。できる年頃になったら、私の言葉を伝えてやってください。もう君の周りにはいないが、私はいつも君のことを見守っているよ。お母さんの言うことをちゃんと聞いてお手伝いをするんだ。健やかに成長して幸せな女性になりなさい。どうか父親が言う他の子供たちを羨ましがらないでくれ。私は守り神としていつも君の周りにいるんだから。私は今から最後の任務を果たしに行きます。これはおそらく私が書く最後の手紙になるでしょう。最後の息を吸う前に、今まで従順だった私も少し身勝手になろうと思う。私は国のために犠牲になるのではありません。私はあなたを救うために戦うのです。